仕事といっても農業というなりわいをして、それで皆さんにお米を買っていただいて、それで生計を立てているという、農業も商業も工業も下の字は同じなんですよね、業という字でなりわいでしょ、上の字が違うだけなんですよ。だけど、まあ、一番その置いていかれているのは農業なんですよ。だからそこをねやっぱり打破しないと、やっぱり工業商業の人たちと同じレベルにはならないわけですよ。黄色いハンカチをもじろうと思ったの、目に見えない被害を被ってんのよ。やっぱり一つなんだよ、なんとかしてって。こんなことでもしねえと元気出ねえだよ、みんな。これ南相馬っていうのは今その災害の真っ只中なんですよ。だから来年からもう一回農業しようと思っても、そのなんていうのかな、あこれできないやっていうの方がもう大きいんですよ、今私の心の中では。我々の仲間でもお米注文ピタッと止まった人もいるんですよ、返された人もいますしね。やっぱりそれだけ過敏になってるわけですよ、都会の人たちは。ここまで世界的な競争になってくると、自分も動かないとこう共倒れになるわけですよね、農家そのものが 全体が皆さんの口に入るのが外米になってるわけですよ。やっぱりそれはやっぱり日本人として防がなくちゃないし、いろんなおかず、おいしいおかずこう前に出されてもね、ご飯まずかったらこのおかずがね一発で消えますから、やっぱり日本人の寿命を延ばすっていうのはやっぱり私はお米だと思ってるから。これはね、これが実験でね、うん、今から植えるとこあるとあ、ここは一応何にもしないで植えて放射能を測る田んぼね、はい、で下の田んぼはちょっと資材を、自分なりに工夫して入れたやつを入れて、どのくらいその要するに放射能を吸うか吸わねえか確認する田んぼだから、2通りやってるわけ。そこにで実験電話をして、秋にあれが白だと出れば来年ここで作れますけど、あれが黒だとなった場合には、私は来年今年休んでるのにまた来年休んだらもうね、お客さんだって当然離れますよね。俺が作ってるから安心で食べてるんだろうなとも思うわけで、やっぱりそうなるとこっちもやっぱり変なものを作れないし、やっぱりその食べてる人にがっかりはさせたくないしっていうのはありますよね。だからこれでみんなにやめたって言われればね、俺こんな頑張るっていう気も起きないと思うんだ、はっきり言わせてもらって。でも来るたび最後にはおさんまた頑張るんだろうって言うから、頑張んねって言えなくてね、俺もそこがねちょっと辛いところでね、そういうふうな、なんだから、だからね、お客さんとのお付き合いがね、俺は自分でこんなに濃いお付き合いしてたとはね、そんな思ってなかったし、まあやれることはお互いね、僕もお客さんに対してはやってたんだけど、ただその私が頑張れるっていうのは、今頑張ってこうやって入れるっていうのはやっぱり本当お客さん、あと何もない、市のおかげでもないし国のおかげでもない、お客さんのおかげ、こうやって頑張れてなんとかしようって思ってるのね。